はい、皆さんこんにちは、フラちゃんファミリーでございます。今日はですね、ランドクルーザー70ディーゼルエンジンの1年間のね維持費を、お伝えしたいと思います。はい、最初に言っておきますけれども、結構ざっくり出しますので、この例えば自動車税も例えば1万8000円ぐらいかなって思ってるんで、いやお前それ1万何千何百円だぞみたいな、そこまでのね計算はしてないので、それだけはねすいませんがご了承ください。もうほんと大雑把にこれぐらいですっていう風に今日は出しております。なのでね、参考になれば幸いでございます。車種はランドクルーザー70でセミロングの HZJ77 のね型になっております。マニュアルトランスミッションですね。ではまずもう行っちゃいましょうか。1年の維持費、駐車場代抜いてます。駐車場代抜いて任意保険は込みです。で、維持にあたって必要のないカスタム、車が動かなくなっちゃうとか安全がなくなっちゃうとか、そういうのが関係ないカスタムの費用も抜いてます。例えばルーフラックつけたよとか、そういうのは別にルーフラックなくても車は走りますよね。そういうカスタムは費用は抜いてありますよ。はい、でその総額っていうのが、1年で35万5000円。はい、ざっくり計算した結果になります。ちなみに走行距離は1万キロになりますね。なので走行距離伸びていくよっていう人は、それに燃料代どんどん足していってもらえたらいいなと思います。はい、まあ僕がおおよその維持費計算して項目が8つありましたので、内訳を紹介していきたいと思います。まあ人によってね、維持費はそういう中の項目で差が出てくると思うので、またそれも参考までにしていただければと思います。まあ金はね命より重いので、車のね購入の、大きな要素ですよね。はい、では行きましょう。1つ目はまずガソリン代、軽油代燃料代ですね。はい、こちら僕が1万キロ走って、1年間で燃費測定をすると平均は7です。7キロメートルパーリッター。リッター7ってどうです？まあランクルなら別にそんなもんかぐらいですよね。はい、僕は結構カスタムしたりしているので少し燃費落ちてますけど、フルノーマルのランクル70のディーゼルなら、リッター90は平気で走ってくれるかなとも思います。まあ、僕の場合リッター7、1万キロ走りました。でどうでしょう、だいたい16万5000円、これが年間の燃料代になります。まあまあこんなもんかな。でもよくよく金額考えるとあれですよね、燃料代って年間の維持費の今もう半分になっちゃいましたからね。安くなんねえかな。まあ軽油なんでちょっとは安いんですけど、はい、というふうになってます。で2つ目いきましょう。オイル代、はい、ランドクルーザー70のオイル、ディーゼルエンジンですね。3000から4000キロで僕はもう変えてますね。まあエンジンは古いので一応早めの交換は心がけております。で総額どうでしょう、1回あたり3000、4000ぐらいなんで、だいたい1万円ぐらい年間で、はい、かかってるかなと思いますね。それでは3つ目の維持費に関連すると税金入ってきます。3つ目、自動車税。はい、これは1年おきに払いますね。だいたい1万6000から8000ぐらいだったかなって思います。だいたいですよ。めっちゃ安いですよね。2万円はいかなかったです、絶対。はい、絶対、多分いかない。はい、普通乗用車と貨物自動車があって、ランクル70は貨物自動車です。ではその辺で走ってる大型トラックとかありますね、あれと同じ扱いになります。なので自動車税はあのトラックとかって安いんですよ。でそれと一緒、仮に 4.2 リッターのディーゼルエンジンですけど普通乗用車だとしたら
どれぐらいいくんですか。税金1年で8万か9万になっちゃうんじゃないですかね。なので70が貨物自動車であるすごい利点ですよね。 4.2 リッターのディーゼルが乗ってるのに、まあ自動車税は安めでいいよっていう、うん、お得ですね。この点は維持するにあたってはね、はい、自動車税だけで年間7万とかの差が出てきますからね、はい、ここはね70の大きなポイントかなと思います。はい、では4つ目いきましょう。次は重量税になります。はい、先ほど1ナンバー失礼しました、貨物自動車と普通乗用車って言いました、ね、で70は貨物自動車なので車検は1年に1回です。はい、で皆さんが普通に所有する車だと大体普通の車、って言ったらいいですかね、ミニバン、コンパクトカーとかは大体3ナンバーか5ナンバーって呼ばれるものですね。この普通乗用車っていうのは車検2年ですよね。初年度だけ3年で、そこから2年、2年、2年って車検やると思いますが、もう70は1年おきです。はい、結構手間なんですよね。で何、その1年と2年でね、じゃあ1年の方が車検多いから金かかるじゃんって思うかもしれないんですけど、1回あたりにかかる重量税とかの額が非常に貨物自動車は抑えられてます。なのでトータルで見ると同じ条件なら貨物自動車の方が維持費は安く済むんですね。なのでその点は70はちょっとお得ということになります。はい、そして加えて5つ目の項目として自賠責保険がありますね。1年車検なので12ヶ月の自賠責保険だと28,720円か、28,720円、うん、ちょっとまあこれはね、なんとも、まあ、僕がどうこういったところで変わる金額じゃないので、ね、まあそうなんだなって思っていただければと思います。まあ、今のが自賠責保険で5つ目の項目になります。で6つ目の項目に入りましょうかね。車検の時に、まあ、自分でやられた方なら覚えてると思うんですけど、なんか印紙とかなんか手数料とか払ったと思います。まあそれ込み込みでどうですか、1500円あれば足りますかね。まあ1500円から2000円ぐらいだったかなと思います。構造変更するとねちょっと高かった記憶はありますけれども、まあ1500から2000円で見ていきましょう。はい、まあそんなに大した項目にするほどの額のものじゃないですけども、一応組み込みました。はい、続いて7つ目が任意保険になります。僕の場合ですね、20等級26歳以上、夫婦限定の運転可能で、車両保険付きになってます。で以上の条件で年間約8万円になっております。で走行距離が年間9000キロ以内かなっていう風な契約でだいたい8万円でした。はい、参考になれば幸いです。またね、階級じゃない、等級か、等級とかね、保険の範囲とか保険の中の条件とかで変わってくるとは思いますけれども、まあ、僕は最低限抑えてあるなっていう、内容でそういうぐらいの額だったかなっていう風で、はい、もうここはね人によって違うと思いますので、また本当に参考までにっていう額にはなります。はい、では最後の項目8つ目は、消耗品関係になります。うん、今から言う消耗品関係っていうのはさっき言った通り、まあ、ルーフラックとか走行の本質に影響のないものは除いて、交換したものは、僕の場合は今年はブレーキパッドを前後交換で、ブレーキのローターですね、ブレーキパッドが挟まる部分、はい、こっちも摩耗してくるんでこれも交換しました。でこのブレーキがセットで、まずパッドが前後で6000円、ブレーキのディスクのローターこれが8000円、1万8000円ですね。なんでブレーキ関係で今2万4000円今年は使ってます。でプラスで、エアコンのね
風量が低い時に出てこなくなっちゃって、でこれはヒーターブロアレジスターっていうものをね、純正部品で1500円ぐらいで買ったかなと思います。まあこれも一応修理の方に入れておきます。そしてですね、僕は70集中ドアロックなので、ドアロックのアクチュエーターっていうのがあるんですね。でそれも購入しました。一箇所左後ろかな、左後ろだけ自動ドアロックがかかんなくなっちゃって、開かないし閉まらないって。なので、それも純正部品まだあるので注文して1万円ぐらい、まあ、取り寄せて自分で取り付けて直したという風になりますね。なので修理代はそれぐらいかな、全部合わせるとどうだ、3万5000ぐらいかな、3万5000円ぐらいです。はい。まあその他ね、カスタムとかはちょろちょろとやったんですけれども、まあそのカスタムっていうのはね、さっき言った通り走るっていうことへの本質には影響ないので、今回は金額には入れておりません。はいはい、以上8項目合わせて35万5000円ぐらいですでした。はい、参考になれば幸いでございます。そしてまあ駐車場代っていうのは今回はそこの中には入ってないです。もう人によって持ち家だったり実家に泊めてる一軒家です。ああ一軒家じゃない、アパートとか条件が違ってきちゃいますし、もう地域によってもね、駐車場代ってもうバラバラなので、なので今回出してもらった金額、出させてもらった金額35万5000円に駐車場代をボンとくっつけてもらえれば大体の維持費になるかなと思います。はい、はい、それでは今回はねざっくりと、ランドクルーザー70の維持費の方をね紹介させていただきました。結構古い車なので維持費気にされる方は多いんですけれども、基本的に大きなとこが壊れるっていうことがなかなかない車なので、根本的な修理というか、エンジンが壊れたから何十万だみたいなことはそんなに聞いたことはないです。そんなに心配しないで乗れるんじゃないかなと思いますね。ざっくりですがね、1年間のディーゼル70の維持費について動画を、撮影させていただきました。参考になれば幸いでございます。僕に答えられる質問であればどんどん答えしていきたいと思いますので、はい、今後も動画を投稿した際はよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。